ちょっと成果の方を発表させていただきます。個人定期預金の方が目標1億800万円に対して現在実績。よろしくお願いします。はい、おはようございます。まずは今、次長からお話がありましたけれども、感染者、東京都の感染者が393人、最高値を達したということで、引き続きですね、手洗い、うがい、消毒に関しては徹底していただければというふうに思います。それから情報としてですけれども、今朝の日経新聞に出ておりましたが、読まれた方もおられるかと思いますけど、地銀の再編、統合について、政府が補助金を出すというところまで来ました。統合一件に対して30億円の資金が補助されるということで、いよいよ地方銀行は淘汰されつつ、数をかなり減らすという方向で進んでいくのかなというふうに思っております。そういった波は絶対的に地域金融機関、我々のところにもいつかは及んでくるという危機意識を持っていただいて、常にお客様の役に立つ仕事を心がけていただければというふうに思います。ですので、入金関係ですね、いろいろないようにしていただければというふうに思います。あと今月始まって2週間になりますので、これまで仕込んだものとかですね、後半にかけて借りてもらって、今月決めた目標ですね、ぜひ引かせできるようにみんなで頑張っていただきたいというふうに思います。2011年4月ニュースです。まず定期的にですね、取引先であります法人や個人に訪問しまして、事業の悩みや課題をですね、解決に向けて提案活動を行っていきます。また時点のですね、目標達成に向けてメンバーの皆さんですね、一丸となって協力し合いながら、業績達成に取り組めるようにリーダーシップをですね、取っております。時間をかけてしまいますと、相手方にもストレスをかけてしまうと思いますので、やらされたことについては一日でも早く解決に向けてですね、取り組めるように努力をしておりますというような、全く取引がない新規の先なんですけども、結構決算内容を見ててもですね、ちょっと厳しい内容かなと思ったんですけども、お客様と一緒に、こういうところクリアになればちょっとやりやすくなるというようなところ、具体的にちょっと数字として提示してですね、実際それが解決された時に無事に融資の実行まで持っていた時に、ありがとうと言ってもらえたので、結構その自分で考えながら提案したことが身になってよかったなと思います。ということで言いますと、かなりこの取引先については本当に厳しい状況にあると、4月にですね、最初に景況調査を出るんですけども、業況の DI マイナスの 60.5%、 売上と収益についてもマイナスの60から50なんですね。減少している先が要するに倍ぐらいですよね。 60% ぐらいが100社に対してマイナスという状況で、非常に厳しい状況ということが分かりまして、
5月からの例の無担保保保証、ご自身の保保証ですね、まあ、これの商品が出たものですから、まあ、これについて全先を訪問させていただいて取り組んでいこうよ、特にホテル業についてはもう売上の2割3割になってるんで、このコロナがやっぱり収束しないと非常に厳しい状況になるというところと、それから飲食業についてはお店によっては4月から9月までね、全くその自粛をしてたもんですから、このまま行きますと、ますます厳しくなるという状況を、私どもの対応ということでいきますと、うちに現時点でその、ご融資のある先だけではなくて、全先、一応声をかけさせていただいて、お客様のところに訪問して、直に行くことができない時期が、4月、5月、まあ、例の自粛期間についてはできなかったものですから、電話で、連絡をさせていただいて、で本来 の、 その売上が上がらないという状況の中で、じゃあどうしたら売上を上げることができるのか、利益を上げることができるのか等を含めまして、ね、相談業務を私どもとしては突破していこうということで、新型コロナウイルスの感染対策についてのプロジェクトチームを作りまして、でそのプロジェクトチームの方で、これは各店舗でですね、試乗しまして、お客さんのその状況の確認の中で、状況把握ですかね、まあ、それをさせていただいて、金融支援だけじゃなくて、これまで取り組んでいるものとしては金融支援という分野で、かなり、その方の対応をしているということですね。で、それと同時にお客様のやっぱり売上をなんとかね、少しでも貢献できればなというようなところから、うち組合が10万人いるもんですから、その10万人いる方にそのそれぞれのお店の商品の紹介をさせていただいて、でなんとか売り上げ貢献できればなということの大新地域応援助け合いプロジェクトというものなんですけども、これをですね、これはこのパンフレットは20社こちらの方が載せてるんですけど、これをこれまでに6回ほど、出させていただいて、組合の方がこのパンフレットを見てですね、直接お客様のところに電話をさせていただいて、商品を購入したり、ビジネスマッチング的なものの、ね、話なんかもこうできてるんで、そういう面ではこの辺のところも今後続けていきたいなというところがあります。それからこれは組合さんの方でやられてるクラウドファンディング2件ほどちょっと取り組みをさせていただいて、 100% ご注文いただいたというところがある。これも非常に国際にとってはメリットのあることですし、クラウドさんのやっているクラウドファンディング等々につきましてもね、積極的にやはりお客さんのために対応していきたいなというところです。それからもう一つはこれからということなんです。これは都心業者の方で地方の商品を、ウェブ商談会という形の中で紹介をしていただいて、お客様の例えば商品を仕入れをしたいとか、そういうふうな話し合いをしていただいて、都内の信用組合のお客様のビジネスにつながるのであればいいなということで、このウェブ商談会を1月の21日から22日ですかね、これをやる予定です。まず一つはですね、今後の見通し、まあ、コロナの問題というふうにいきますと、今まさに感染拡大が広がってまして、第3波というようなところに来てますので、ということはやっぱりお客様の状況もこれからますます言うと厳しくなると、ご融資 の、 その金融支援だけでなくて、本業の要するにお客様の相談、商売上 の、 その相談ごとですね、そういうのを含めて、いろいろ相談に乗ってあげて、そういうのを含めて、対応していくと、まあ、そこが重要かなというふうに思いました。やっぱりここは共同組織金融機関としての一番大事な総合不調という精神で私どもおりますので、そういう中では一番困っている時に全力でね、ご支援していくということが重要ですから、そういうところは役職員一同になってね取り組んでいくと、全職員が要するにお客さんのために本業支援をしなくちゃいけない、じゃあそのためにどういうふうな行動を起こして、どういうふうな考えでやっていくかというのを認識をしなくちゃいけないものですから、それの本業支援に関する基本的な考え方というのを、プロジェクトチームの方で作りまして、まさに今テッコの方説明で回ってるんですね。ですからやっぱりお客さんのところにお邪魔して、
その辺のところをきちんと把握させていただいて、で、大臣としてどういうふうにしていくのか含めて、ちゃんとやってこようと。それが、我々信用組合、協同組織金融組合としての役割なんだって、その引き上げがある程度、増えてもね、本当に、お客さんのために、本当にここは、まさに信用組合の役割を全うするというのが重要なので、その辺は、一番大きな柱としてね、いきたいなというふうに思ってるところですかね、そこはね。近い将来では周りの信頼を協力を得ながらですね、強いリーダーシップを発揮していきたいなというふうに思っております。遠い先ではなってしまうんですけども、将来的には理事長を目指して頑張っています。